ジョージ・ブラウン・ポストは、ボザール様式を専門とするアメリカの建築家である。ポストは EN、E.N. リチャード・モリス・ハントの学生だったが、同世代の多くの建築家とは違い、彼はそれ以前に土木工学の学位を取得していた。1860年、彼は、オフィスのフェロー学生チャールズ・ D ・ギャンブリールと、パートナーシップを結んだ。また、 南北戦争に従軍するための一時の中断を取った。彼の特徴的なプロジェクトの多くは商業用ビルのためのものであった。彼の建築物の多くはニューヨーク及び他の都市の中心部に位置していたため、それらの多くは20世紀には再建されず新しいビルを作るために取り壊された。それでも、なお、彼の失われたビルのいくつかはそのエリアのランドマークで、 あったと認識されている。彼の設計したエクイタブル生命ビルはエレベータの設置が仕様に組み込まれた最初のオフィスビルであった。このビルを借りることができなくなると囁かれた時、ポスト自身がこのビルの上層階の賃貸を行った。ロワー,ーマンハッタンデストリートに建てた彼のウエスタンユニオンテレグラフビルは初めての10階建てのオフィスビルとなり、来たるべき 超高層ビルの先駆けとなった。ポストが設計した20階建てのニューヨークワールドビルがシティホールパークに面したニュースペーパーローに建てられた時、これはニューヨーク市で最も高いビルとなった。ミ・ブロードウェイに建てられた巨大なニューヨーク商品取引所はボーリンググリーンに面していた。その大きな天窓のついたホールは、 フランスの小売建築物に基づいており、日光が低層階にも差し込むようになっている。1893年のシカゴ・バンコク博覧会において、ポストは EN ・バーナム・アンドルートによって建築スタッフとして名を連ねており、そして製造及び共用ビルを担当した。このビルは1889年のパリ万博における機械ビルの準景観を 二三フィート上回った。ポストの現場の技術者であるシカゴの EC シャンクランドは、その設計において、過度に評価されていたと、ウィンストン・アイスマンは1973年に、記している。彼はより古風な反公共の建築物もまた、設計している。代表作として、ニューヨーク証券取引書ビル及び、ウィスコンシン州会議事堂がある。 ポストによる著名な私有住居としては、一時は5番街57丁目に、所在していたコーネリアス・バンダービルと2世のための、フランス風の城及び57丁目を挟んで面する、EN ・コリス・ピー・ハンティントンのためのバラッツオがある。ロードアイランド州ニューポートにおいて、彼は、EN ・ルイビルナッシュビルレールロード社長の、CC ・ボールドウィンのためにシャトーノーガ、または、 ボールドウィンコテージを建設した。これは、ハフバンおよび半分の建築用材を使用した色を、用いたて、風変わりな様式の実験作となった。E.N. ジョンラファージは、ステンドグラスのパネルを供給した。彼は建築家 E.N. アーサーベッツジェニングスの専門教育を行った。アメリカルネッサンスの担い手の一人であるポストは、 装飾の彫刻や壁画を制作するために、著名な芸術家及び、熟練工を雇った。彼と共に仕事をした人には彫刻家 EN、カール・ビターと、画家 EN、エリフ・ベダーがいた。彼は EN、ナショナルアーツクラブの設立メンバーの一人であり、1898から1905年までその社長を務めた。1905年、彼の二人の息子は、 パートナーとして迎え入れられた。そのファームは、ポストの孫のエドワード・エベレット・ポストの下で20世紀後半まで存続した。ポストは1896から99年までアメリカ建築家協会の第6代理事長を務めた。彼の後半位の業績は、ニューヨーク歴史協会に資料がある。サラ・ブラッドフォード・ランダーチョ、ジョージ・ B ・ポスト、アーキテクト。 ピクチャレスクデザイナーディターミンドリアリストが発売されたことで、その教会で1998-99年に開顧展が行われるきっかけとなり、ポストの仕事は再評価されることとなった。エクイタブル生命保険ビル、1868-70年、外側の被覆材や、消色的な特徴は3から4階建てに見えるが、実際は8階まであった。 ニューヨーク商品取引所ウィスコンシン州マディソンのウィスコンシン州会議児童オハイオ州クリーブランドのクリーブランドトラストロンダの内部ありがとうございます